皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。今日は久しぶりに画像生成委員会の活動になります。最近はアニメーションやローラが多かったからね。そうなんですよ。でもやっぱり画像生成の人気は高いですよね。でも最近あんまり話題がないですよね。確かにアニメーションに比べると少し足踏み状態な気もしますが、水面下ではいろいろな人が拡張機能のアップデートや新たな機能の研究などをしていますよ。本日紹介するのはリージョナルプロンプターです。以前の動画でたっぷりお話ししましたよね。はい、以前の動画で基本的な使い方をお話ししましたが、今回はその時にはなかった機能をお話ししていきますね。もしもリージョナルプロンプターの使い方を忘れてしまったという人は、こちらの2本の動画を見てくださいね。本日の内容は、以前うまくできなかった2つのキャラローラを同じ画像で適用することと、簡単に画像の一部の差分を作れるディファレンシャルリージョナルプロンプターの紹介です。では第1章のキャラローラを1枚の画像で2種類同時に使用する方法を見ていきましょう。これは以前の動画で散々な結果になったやつですね。そうですね。内部のプログラムが改善されているようですし、新たなローラの効果を調節できるコマンドが増えていますよ。まず簡単におさらいしながらいきますが、まずリージョナルプロンプターのタブを開いてアクティブにチェックを入れてください。今回使うのはマトリックスモードですので、マトリックスモードを選択しましょう。2つのローラを横並びに適用しますので、コラムズを選択します。以前はホリゾンタールとバーティカルだったので名前が変わったのですね。そうですね、コラムズとローズになりましたね。こちらの方がしっくりとくる項目名になりましたね。コラムはパルテノン神殿なんかにある柱ですから縦の列ですよ。オプションのユーズコモンプロンプトにもチェックを入れておきましょう。ビジュアライズ&メイクテンプレートをクリックしましょう。まず共通のプロンプトを入れてアドコムと記載して開業、その後2つのプロンプトをアドコルと開業で区切れば良いですね。それではプロンプトを書いていきましょう。まず1つ目は、前回の動画でも比較的うまくいっていたリゼロからエミリアさんとベティさんのローラを使っていきましょう。プロンプトはこのようになりました。とてもシンプルで、共通のプロンプトが2ガールズで、それぞれがトリガーワードとローラです。注意点は、それぞれ左右に1人の女の子を書くのですが、共通プロンプトは1ガールではなくて2ガールズになるところです。アドコムを使わない場合はこのようなプロンプトになります。チェックポイントはアニメ系ローラと相性の良いエニーローラを使用します。サンプリングメソッドが DPM++2M カラスで、ステップ数は30です。ではデフォルトのままジェネレート。キャー、相変わらずひどいですね。そうですね、6枚連続生成してもこんな感じですね。これでもこの2つのローラはリゼロキャラパックから選択していることもあって、かなり相性が良いのです。普通はもっとぐちゃぐちゃになります。では次にレイテントモードに変えましょう。ではジェネレート。絵のタッチはともかくとして、エミリアさんとベティさんは分離されましたね。そうですね、レイテントモードの方がローラの分離がうまくいくようですね。では画質を改善していきましょう。今回新しく導入されているのはローラストップステップです。これはサンプリングステップの途中でローラを適用するのをやめるステップ数を指定できるものです。ホームページには10ステップ程度で停止することで、侵食、ノイズ等の防止、生成速度の向上を期待できると書いてあります。ではローラストップステップ10で画像を生成してみましょうよ。そうですね、ではジェネレート。確かに全体の画像は良くなりましたね。ローラの効果もしっかり出ていて満足いける画像になりましたね。相性の良いローラ同士であればレイテントモードを選択してローラストップステップを10ぐらいにすればダブルキャラローラが適用できそうですね。では違うキャラクターのローラも試していきましょう。原神からフータオとイエランのローラを使っていきたいと思います。出どころが違うので相性としては一般的なキャラローラの相性だと思います。ではレイテントモードでローラストップステップを10にしてジェネレート。あれー、ローラの効果があまり見られませんね。そうですね、目の色や服装、髪型などは少しローラの影響が出ていますが、
それぞれがフータオさんとイエランさんとは認識できないレベルですね。これはローラの適応ステップが不足しているということなので、ローラストップステップを増やしていきましょう。5ずつ増やした画像がこちらです。ローラストップステップ15で服装や髪型などがキャラクターに似てきましたね。ただ少し画像の乱れが出てきましたね。その後ストップステップを20に増やしても画像が乱れるだけでローラの効果は強くなりませんでしたね。ローラストップステップ15で髪の毛の色などをプロンプトで補助してみましょう。このようなプロンプトにしましたよ。ではジェネレート。おお、かなり良くなりましたね。キャラクターは間違いなくフータオとイエランですね。そうですね。ただ背景やイエランさんの輪郭線に乱れがありますので、このような時は CFG スケールを少し下げましょう。今はデフォルトの7ですね。そうです。ダブルローラ使用時は CFG スケールを5ぐらいにしておくと良いと思います。では CFG スケール5でジェネレート。画質が良くなりましたね。そうですね。かなり輪郭線の乱れなどが減ってきましたね。さらに画質を良くしたい場合はサンプリングステップを増やします。今は30ですね。はい、ステップ40と50の画像がこちらになります。画像は全体的に綺麗になりましたね。そうですね。ステップ数を増やすとローラの効果は若干弱まっていますが、画像全体の滑らかさは上昇していますね。イエランの胸のほくろがなくなってちょっと残念ですが。そうですね。その代わりにステップ50ではフータオさんの胸が大きくなりましたね。本当だ。さらに追加で調節できる要素としては、ローラインネガティブテキストエンコーダーとローラインネガティブ U ネットがあります。どちらも0から1の間で調節するようですが、数値を1に近づけるとローラの効果が弱まり画質が良くなる効果があるようです。まとめると、大事なことはローラを使うときはレイテントモードを使用すること、そしてローラの強度を強めることと画像の全体の滑らかさを出すことは相反する作用であることが分かりましたので、そのバランスを取ることです。数値が大きくなるとローラの強度を強め画質を悪化させるものはローラ強度、ローラストップステップ、 CFG スケールでした。逆にローラの効果を落として画像を改善させるのはサンプリングステップ数、ローラインネガティブテキストエンコーダー、ローラインネガティブ U ネットでした。プロンプトの補助は画像を落とさずにローラの効果を引き立てる役目を果たしていました。ただしキャラクターに関係ないプロンプトを増やすと、一つ一つのプロンプトの重みが減ることでキャラの効果が低下すると思います。最後にパラメーターを変更しながらトリプルローラに挑戦してみます。画像サイズを 768×510 の横長にします。ではジェネレート。どうでしょうか。早見沙織さん、つながりの3人がとても綺麗に共存できましたね。そうですね。ヨルフォージャーさん、胡蝶忍さん、原神の神里彩香さんですね。前回はうまくいかなかったのですが、今はとても上手に生成できるようになっていますので、皆さんも試してみてください。今回の画像設定を紹介します。プロンプトはご覧の通りで、なるべくキャラクターの特徴を追加して補助しています。設定はご覧の通りで、サンプリングステップ数を60、 CFG スケールを5に設定しています。サンプリングステップ数の60はとても多いですね。そうですね。ただダブルローラを使用するときはこのくらいのサンプリングステップ数まで試す価値がありますよ。リージョナルプロンプターの設定はご覧の通りで、レイテントモードにして、ディバイドレーシオを1対1にして、ローラストップステップおよびローラハイレゾストップステップを30、ローラインネガティブテキストエンコーダーとローラインネガティブ U ネットを両方とも1にしました。皆さんもこの設定を参考にしてローラ複数適用の画像生成をトライしてくださいね。では次にディファレンシャルリージョナルプロンプターを見ていきましょう。スクリプツの項目を開きましょう。いつも XYZ プロットを使うところです。リージョナルプロンプターが最新の状態になっていれば、ディファレンシャルリージョナルプロンプターを選択できます。このディファレンシャルリージョナルプロンプターは画像の一部を選択して、選択した部分を書き換えることができる機能です。さらに段階的に書き換えることで画像をつないでGIF動画も作ってくれます。では使い方を見ていきましょう。
スクリプツからディファレンシャルリージョナルプロンプターを選択しましょう。このようなタブが開きます。まず最初に通常のプロンプト欄にプロンプトを記入します。今回はこのようなプロンプトにしました。このプロンプトには合図、フェイスなどあまり画像の生成に関係のないようなプロンプトが入っていますが、これは後で選択する計算領域を決めるために必要なプロンプトです。変更したい部位を紐付けするために必要なプロンプトということですね。そうです。ネガティブプロンプトはお好きなものを入れておいてください。ハイレゾフィックスなどには対応していないようですので、通常の生成でいきます。先ほど開いたディファレンシャルリージョナルプロンプターのスケジュールの欄に、ご覧のように1行目に0、2行目にクローズドアイズ、セミコロン、アイズ、セミコロン、1.4 と記入します。この意味は、最初の0は基本になる画像を1枚生成するという意味です。そして次の行ですが、最初のクローズドアイズは適用させたいプロンプトです。その後のセミコロンに続くアイズは元のプロンプトの中から選択された計算領域です。これは必ず元のプロンプトに含まれている単語である必要があります。そして最後のセミコロンの後の数字は必須ではありませんが、このプロンプト、クローズドアイズの強度です。この状態で画像を生成すると、基本的な画像とアイズで計算された計算領域にクローズドアイズを強度 1.4 で適用した画像の2枚が生成されるはずです。では画像を生成していきます。ジェネレート。おお、目が閉じましたね。でもよーく見ると左右の髪の毛も少し影響を受けていますね。そうですね、細かいところに気がつきましたね。これは選択範囲の問題でしょう。画像と一緒に生成されたマスク画像を見てみましょう。白い部分が選択された範囲ですね。そうですね、目の周りの選択範囲が少し大きすぎるようですね。では選択範囲の域値を変えましょう。域値？そうです、デフォルトでは域値が 0.4 に設定されています。この数値を大きくすれば、より限られた部位を選択し、小さくするとより広範な部分が選択されます。域値を変えるときはスケジュールの項目に TH=0.5 と書いてください。 TH は域値、スレショールドの略ですね。イコールの後は適用させたい域値ですね。そうです、これで生成してみます。ジェネレート。マスク画像はこのようになりました。より目の周りだけが選択されていますね。そうですね、できた画像を順番に繰り返し表示するとこのようになります。今度は目の部分だけが閉じたり開いたりするようになりましたね。そうですね、このディファレンシャルリージョナルプロンプターを使うときには、常にマスク画像をチェックして最適な域値を決めることが重要ですね。このマスク画像に関しては少しバグがあって、ある条件が揃うと表示されなくなってしまいます。表示されなくなった場合は、一度コマンドプロンプトから再起動してください。次に段階的に目の動きを変化させてみましょう。先ほどスケジュールに記載した項目に引き続いて、セミコロンの後にステップ数を記入していきます。ここで言うステップ数は、このプロンプトがサンプリングステップスの何ステップ目から介入していくかを決めるものです。つまりこの数字が大きくなると、クローズアイズというプロンプトは遅いステップから介入することになり、プロンプトの効果が弱くなります。何も記入しない場合はデフォルトの4が設定されています。ここに記載してあるのがそのステップ数です。4ステップという早めの段階から介入すれば、プロンプトはしっかり作用します。逆に20ステップではほとんど作用しません。記載方法はこのように、コロンを記載してから 20-4(2) のように記載します。この意味は、プロンプトの開始ステップを20から4まで2ずつ減らしていくという意味です。つまり画像としては、開始ステップ20、18、16と開始ステップ4までの9枚の画像が生成されるということですね。その通りです。基本画像も1枚生成されますので、全部で10枚の画像が生成されると思います。画像を生成してみましょう。ではジェネレート。出来上がった画像を順番に見ていきます。これが基本画像、開始ステップ20。少し目が変わりました。18。あまり変わりません。16。少し目が閉じ始めました。14。さらに閉じました。12。左目だけ閉じましたね。10。さらに
に閉じて。8、両目を閉じました。6、目を閉じています。4、同じです。では連続で変化させてギフ動画を生成していきましょう。その場合はアニメギフにチェックを入れます。1秒間に使う画像である FPS を選択します。今回は16にします。ギフ動画を保存する場所はアニメギフアウトプットディレクトリーで選択できます。何らかのフォルダを作ってパスを入れておくと良いでしょう。ダブルクォーテーションは取り除いてください。何も選択しないとアウトプットフォルダのテキスト2イメージフォルダに入ります。では動画を生成します。ジェネレート。途中で片目を閉じる場面があったのでやや不自然な動画にはなっていますが、とても面白い機能ですね。瞬きなどの動きが簡単に作れますね。今のステップで使った書き方はプロンプトの強度にも同じように使用できます。例えばこのようにグリーン、フェイス 0.4 から 1.4 括弧 0.2 と記載すると、フェイスという計算領域に対してグリーンというプロンプトが強度 0.4 から 1.4 まで 0.2 ずつ変化する画像を生成してくれます。画像を見てみましょう。ではジェネレート。このようににやりと笑うギフ動画が生成できました。可愛いギフ動画ですね。でも少し選択範囲が思ってたよりも下寄りですね。そうですね、域地を少し調節してみたのですが、予想よりも顔の下側の部分を選択してしまいましたね。このような時に狙ったところだけ変化させたい場合はコントロールネットのインペイントを併用すると良いでしょう。リージョナルプロンプターの方は域地を低くして画面全体を選択してしまうようにしましょう。域地 0.2 にすれば基本的に画面全部が選択されると思いますので TH=0.2 にします。そして他の書式は一緒でコントロールネットのインペイントで顔だけマスクします。この状態でジェネレート。狙った通り顔だけ表情が変わりましたね。このようにコントロールネットを併用することもできますので、いろいろと応用してギフ動画を作ってみてください。最後にもう一つエキストラシードを使って少しだけ変化するギフ動画を作ってみましょう。エクストラシードって何ですか？シード値は1違うと全く違う絵になるのですが、このエクストラシードはシード値の小数点以下を変化させることができます。そうすることで微妙な画像の違いを生み出すことができるのです。この微妙な変化を連続で変化させギフ動画とすることで微妙な変化のある動画を作ってみたいと思います。雷の光を表現するのが一番わかりやすいと思いますので、プロンプトはこのように雷の光と鎧を着た一人の少女という画像を生成したいと思います。計算領域に2つの単語を使いたいときはこのようにプロンプトとプロンプトの間をアンダースコアでつなぎます。今回はサンダーとライトニングをアンダースコアでつないでいます。プロンプトの強度を強めたいときはこのように記載できます。記載方法ですが、域地を 0.55 にしますので TH=0.55 と書いて、次に EX-ON,0.05 と書きます。この 0.05 はエクストラシード値の変化量です。次にサンダー、アンダースコア、ライトニングと計算領域を記載してセミコロンで区切った後に 0.0-0.5 と記載します。これはエクストラシードの変化の幅を示しています。画像によってどのくらい変化するかは違いますので、少し変化が出て大きく画像が変化しない値を選んでください。では動画を生成します。ジェネレート。このように空と雷の部分がマスクされて背景で雷が鳴っている様子が表現できました。本日はアップデートされたリージョナルプロンプターを使ってみました。とても有用な機能でしたので皆さんも使ってみてくださいね。本日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。